されている9歳からです。私知った。うわ。何よ。はい、こんにちは、アコです。はい、ということで、はい、本日はアコさんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。双子の一方が彼氏を連れてくるドッキリを仕掛けるつもりが、彼氏役の男の子がもう一方の双子の好きなこと分かったらドッキリを続ける、それともネタバラシしちゃうです。イエーイ。ということで今回はアコちゃんがまず彼氏を連れてくるっていうドッキリを仕掛けてくるんですけど、はい、その彼氏役の男の子が実はマコちゃんの好きな人だったら、真面目なアコちゃんはネタバラシする。いいですね、ドロドロドラマ見たくなります。そうですね、修羅場な状況でもドッキリを最後までやりきるのか検証。修羅場ね。アコちゃんにはですね、自分の彼氏を連れてくるドッキリを仕掛け人として最後までちゃんとやりきるようにということをね、仕掛け人パートで伝えておきます。この後だから顔合わせして、アコちゃんが軽く紹介をして、その後報告動画を撮りましょう流れなんですけど、その報告動画を撮るまでちゃんとアコちゃんがネタバレせずにやりきるのかっていうところを見ていきたいと思います。レッツゴー。え、すごい、見て見て、で、スミットでしょ。で、この後、一本だけ実はここでちょっと撮りたいやつがあります。ちょっとアコちゃんからね、アコちゃんが撮りたい、てか話をちょっと事前にもらって、あ、じゃあそれありだねっていうふうになって、ちょっと撮ろうかみたいなのちょっとあるんで、消えた、まあ、これは夏に持ってこいの、うん、使うかそうです。んプールんプール使うじゃあ、ますここでめちゃくちゃまあ、飛びっきりのキャラクターなんだよ。じゃあちょっとお待ちください。はい、アコちゃんがあれすごい。おおおおおお。じゃあちょっと、お二人にあれする前に、ちょっと先にちょっと準備がございまして、あの、ロコさんとマコさんちょっとね、あ、じゃあお母さんとちょっと行ったら、あ、分かった、はい、挨拶していきましょうか。こんにちは、アコです。そして阿部九星です。はい、今回はね、ロコマコ2人、姉2人にドッキリを仕掛けていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、簡単に言うと、アコちゃんが、まあ、彼氏を連れてきて、その彼氏と仲良くしてたら、どんな反応するかっていうね、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。なんで一応九星くんが彼氏役という、はい、設定なんですけど、最近付き合った設定ですね。はい、2日前に一応付き合ってる。真面目なアコちゃんがみんなにも報告したいということで彼氏を連れてきたっていう設定ですね。この後来たら、まず紹介シーン、はい、回してないふりしてちょっと置いて、でその後報告動画を撮影しましょうみたいな感じにしていきます。あとあれなんですね、実は地下ですよね、学校が。小学校に通ってるみたいな。そう、ちょっと近い。九歳。あと、アコちゃんには、紹介報告動画っていうのがあるんで、報告動画を撮り終わるまでは、ネタバラしないでもらって、最後僕が合図してからネタバラしたいと思います。どうですか？待って。ナイピーが悪人質問してきたら答えればいいってことです、ね、そう、まあ、あとロコちゃんとかマコちゃんからも質問が飛んでくるかもしれないから、はい、それに対しては普通に答えてほしいです、ね、はい。
まあ、いや、一旦ちょっと入ってもらって。はい、ということでちょっとお二人にご報告というか。誰ですか？ちょっと後で紹介はちょっと撮ろうかなと思うんですけど、ちょっと一回今はこれはカメラを回す前の様子というかなんですけど、あ、じゃあ一回リップしてくれ。いや、一回リップしよう。リップしてくれ。大丈夫。
夏休みじゃないですか。はい。どっか行くとかあるんですか。どっか行く。どっか行く。そう。デートで。デート。あ、なるほど。まあ話し合うって感じですかね。まだ決まってない。まだ決まってない。まだ始まったばっかりだしね。そうだよ。まだ夏休み長いからね。そうだね。そうですね。めちゃくちゃ緊張してますね。送ってたらいいよな。じゃあちょっと一回ちょっと真面目に動画を撮りましょうか。うん、OK ですか。じゃあ一回休憩、5分ぐらいちょっと話してから。はい。はい。休憩くんはちょっと一回緊張してます。してます。はい。大丈夫。うん。じゃあこの企画はもうあこちゃん主導で。こんにちは、あこです。あこです。はい、はい、ということで、本日はね、ゲストの方がいらっしゃってます。今あこちゃんとまこちゃんの間にねいらっしゃる方です。きゅうせい君。あこさんからちょっと紹介していただけますか。きゅうせい君です。はい。もうちょっと付き合いさせていただいているきゅうせい君です。はい、ということで今回その報告動画となっております。そうそう、今回なんですけど、そんなきゅうせい君とあこちゃんに対しての質問コーナーみたいな感じの企画で撮れたらなと思っております。はい、はい。じゃあ早速質問からいきますか。はい。何歳ですか。あ、そうなんです。11歳です。はい。あときっかけ、あときっかけ、友達と遊んでたら、一緒に遊ぼうってなって、一緒に遊んで LINE を交換して付き合いしました。はい、大丈夫。あ、付き合ったきっかけ。ああ。付き合ったきっかけ。大丈夫、なんかあわあわしてる。きゅうせい君から告白されて OK して付き合いました。ちなみにちょっとこれは僕から聞こうかなと思ったんですけど、はい、なんかなんて呼んだりしてるんですか、お互いのことを。普通に下の名前だよね。うん。じゃあ、あこちゃん、キュウセイ、あこちゃん。ちょっと呼んでみて。なんで呼んでみて、いいじゃん、別に。ちょっと呼んでみて。ちょっと呼んでみて。キュウセイくん。言ったの。キュウセイくん。キュウセイくんからのあこちゃんの印象とかはあったりします。あります。明るい子だから。ああ、そうなんですか。お姉ちゃん、2人から、明るい子、明るい子ね。
外でね。うん、外でね。ああ。うちはすごいですよ、毒吐きまくって。言ってけど、この人たちもそうだよ。ね、こんないいお姉ちゃんたちいないよね。ほんと幸せ者だわ。恥ずかしいんだけど。なんかすごい合うからね、声のトーンが。そうだね。違いますね。ねえ。キュ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 デートとかしてるんですか？まだしてないね。電話の頻度とかは？どのくらいしてる？週に、いつから付き合ってるんですか？一日前。ほやほやです。ほやほやです。ほやほやです。なんかすごい、まこちゃんがゴジョゴジしてるな。いや、わかんないもん。だって、同じ顔の人が付き合ってるって。ああ、そういうことね。どうぞどうぞ。だまこちゃんとあこちゃん、同じ顔の人が彼氏ができてるっていうのにゴジョゴジしてるらしいです。どういうこと？どういうこと？どういうこと？わかんない。真面目に夏休みどこか行く予定とかない？映画とか、まあ、行きたいねみたいな話はした、したんだよね。さあ、なんでこのシーンってなるのよ。じゃあ、なんかそう話してるしかもさっき、一言も今なんか笑ってますけど、まこちゃんなんか怒った顔してました。え？怒った顔してました。え？私怒った。うわ。おお。何よ。え？めっちゃ怒った顔してました。知らないよそんな。すごい怖い顔してます。じゃあアコちゃん、逆にアコちゃんから聞いてくださいと。どういう印象なんですか。まあ優しいなみたいな。なるほどね。なるほど。なるほど。もうみんな固まっちゃったじゃん。はい。でちなみになんですけど、実はちょっとこの後あのサムネイルを撮ろうと思うんですけど、その時にあのちょっとサムネイルに手をつないでもらおうかなと思ってるんですけど。え？何それ嫌がってるのと言おうっていう顔。そうそう。聞こえなかったんだけど、とりあえずまこちゃんが不機嫌っていうのだけ聞こえました。怒ってるよ、まこ。なんで怒ってるのか知らないけど。ん？なんで怒ってるのか知らないけど。ちゃんと、ちょっと顔が消えつくと怖いんですよ。ちょっと、まこちゃんの名前にやめつけるはい、じゃあ何か質問ありますか？どうですか？あこちゃん、なんか逆にこれ話しておきたいとか話しますか？話しておきたい？はい。特にない。ある。ある。ん？ある。ある。僕は別に特にないですよ。ある。じゃあ、まあ、一旦閉めますか。はい。じゃあ、あこちゃんからちょっと視聴者の皆さんへのメッセージを。じゃあ、興味を持っていただけると嬉しいです。はい。最後までくれてありがとうございました。チャンネル登録と、グーダン、コメント、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、カシャ。はい。じゃあ、ちょっとそのままサムネ撮りたいんですけど、じゃあ、2人、ちょっとなんか。じゃあ行きますよ。はい。まこちゃん、その冷めた目やってくる声ですけど。できますよ。にっこりでお願いします。はい、OK、でーす。あ、ちょっと。
ちょっとワンピちゃんがちょっと寒かにしてるのにっこり、そうそう、はい、OK です。じゃあ終了ということで、なんか追加のご報告がアコさんからあるようでして、ドッキリ大成功、ギャグドッキリ大成功、頑張ってやるの、頑張ってやるの、できないかしもん、あ、仕掛けながら喜んでたんだよね、しっかり始まり続けたね、しっかり始まり最後は続けた、まこちゃん最後までやれって言ったのナイピーだ。最後まで聞いてありがとうございました。せめどくとせめどくとお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こちら、でも多分これあれだよ、普通のアコのドッキリだけだったら多分この動画成り立ってない、成り立ってない、無理無理、はい、何のドッキリだ、キュウセイくんでしかやってないでしょ、この人。